チームメイトの主砲マイクトラウト外野手が見せたさりげない気遣いに賞賛の声が上がっている。26日、日本時間27日、本拠地でのマーリンズ戦の試合前。WBC の表彰を受けて記念撮影をした際、大谷に主役を譲った行動に、さすが、ミスター。トラウトは礼儀をご承知。真摯ですね、美しい、とのコメントが寄せられている。 実際の映像、大谷翔平への、さりげない気遣い、が、美しい、トラウトの優しい気遣いが、真摯ですね。侍ジャパンとして世界一に輝いた大谷に加え、準優勝だった米国代表のトラウト、メキシコ代表のパトリック・サンドバル投手が試合前に表彰された。メキシコ代表の監督を務めたエンゼルスのベンジー・ギル一塁コーチとフィルネビン監督も加わって5人で記念撮影。 当初中央にいたトラウトは、すっとその場を動いて大屋を中央に。WBC の MVP に敬意を示し、真ん中を譲った。何気なく、自然とできるあたりが、人格者トラウトらしい。エンゼルスの公式ツイッターが記念撮影の様子を動画で公開すると、ファンは、大谷に真ん中譲るのイケメン。大谷さんをセンターにするトラウト優しい。 トラに意識的に立ち位置昌平君と変わったね」は注目していた。